いやー、落ち着かなきゃだっけ。泊まってこうかな、今日。え、マジで大喜びで。マジうちのパパなんて毎回さ、あ、本当に美人さんで。もう、毎回言ってくれるんですよ。メンバー、元メンバー回したけど、何回会ってもなんか態度が絶対変なのはおびちゃん。なんでだろう。みんななんか、うん、あんちゃん元気かとか、うんうんうん、あすだちゃんお世話になってますとか、うん、おびちゃんだけは本当なんか、き、お綺麗ですねって、絶対お綺麗でってこの顔が言ってくれる。めっちゃそっくりだから。あの、今日ここに来たのは、はい、一個変な企画が、勝手にやってる、はい、何一人で、木崎ゆりやの家でレアアイテムを探せ。イエーイ。あ、レアアイテムね。なるほどね。いっぱい確かにあるけどね。でもあそこら辺ありそうだなっていうのはちょっと移動しましょう。もう見えてます、ね、もう見えてますけど。でも昔よりはもう本当なくなりましたよ ね、まあ、ね、もっとあったもんね、うん、まずこのね、これね、木崎ゆりやのこんな、ほぼ等身、いや、もっとでかいか。この、 あのカメラマンさん、うん、最初に私と仕事した時に、うん、撮った写真をこうやって大きくして卒業おめでとうって。素敵。これもすごいんですけど、この大きさで綺麗だし、うん、これですよ。これ、皆さんわかります？これ壁掛けの写真、 AKB の劇場に実際に飾ってあったやつを卒業の時にもらったんですよ。そう、壁掛けってさ、うん、外すじゃん。そう、外す儀式はあるんですよ。そうそうそう、そのところ、そこを写真に撮ってそう、みたいな、で、終わりみたいな感じなんですけど、 AKB それもらえるらしいんですよ。もらえた。私 SK の時もらってなくて、 SK にもらう多分習慣ないのかな、今は分かんないけど、ね、持って帰っていいよって言われて。いいですよね。多分持って帰んなかったら普通に破棄だもんね。だってじゃあこれ抽選で1名の方に。あげないか。あ、ダメだ。それさ、ポーちゃんがスタッフみたいにポーちゃん AD さんみたいに見てる。マイクみたいな、マイクで撮れてるかみたいな。プロデューサーこっちにおいでよ。見て、これお姉ちゃんだよ。ちょっと振ってる。わかるんだね。この上すごいですよ。これ見たことないよ、ここ。あ、そうかな。この上、私グラビア結構いろいろやってて、すごい。ひとしきり、あの、ちゃんとブブカとか、うん、やんじゃんとかいう風にまとめられてますね。すごい。全部木崎さんが乗ってるやつってことですよね。そう、めちゃくちゃ表紙やらせてもらってたんですよ。いや、押されてましたから。やっぱり次世代メンバーでしたから。え、いいんですかそれ、見せてもらっても。鼻息荒怖いんですけど。いいんですか。なんでお前が一番興奮してんだ。いいんですか。いいんですかこれ。ね、今じゃあどの水着着てもらいましょうかね。今日、今から。すいません、今ちょっとこの時よりも10キロぐらい太ってまして、ちょっと水着は。リーエルマンガよりこっちの方がエッチいんじゃないですか。鼻の下伸びてるけど、鼻の下伸びちゃいますよ。多分この中に、うん、うちらがさ活動してた3年ぐらいの間に撮った荻ゆりのグラビアが鼻じゃないのよ。あると思うんですよ。え、あるでしょ絶対。出してきますね、それ今から。あ、いいですね。ちょっと見ましょうよ。見てさ、調べてて出してこうぜ。私の水着なんて出せるもんじゃない。結構さ、隣同士とかだった気がするんだよね。この木崎さんめっちゃ可愛くない？え、好みなんだけど。好み言うな。めっちゃ可愛くないですか。可愛い。笑ってる。笑ってんだよ。ヤングジャンプさんとかチャンピオンさん。そうだよね。ありがたいね。この顔とか。どうしようとこの。おもがや。顔ちっちゃくすんな。ちゃんとしてないですね、あなた。先ほどのコレクションから、はい、おぎゆりが写ってるもの厳選してきました。結構これでもあるよね。あるね。しかも大体、うん、やっぱ隣にいんのよ。多いね。これもそうだし、隣に。これもじゃない。これも新名によくいるね。これも隣じゃない。ここ本当だ、ね、これも隣ですね。懐かしい。え、面白い。なんか見てみる？個人的には、うん、これめっちゃ懐かしくない？月刊エンタメ、あの、うん、私の写真集もね、エンタメさんから出していただいてるんですけど、二人グラビアしっかりやらせてもらったの初めてだったっけ。確かにそんな気がする。エンタメさん、おぎゆりを押してくださってて、ありがたかった。ありがたかった。ほんちゃんも気になるね。ありました。うわ、懐かしい。わー、どっから声出た今。制服着てる。いや、これはやばいね。これ撮ったね2人で。でもこの時まだ全然アウトだったでしょ。
もうアウトじゃなかった？うん、私アウトだよ全然多分。アウトだった。うん、卒業してるから。僕でギリとかだったんじゃないかな。うん、そうそうこれさ、なんか何このポーズ？ちょっとアクティブなとこ見せなと思って。そっかそっか。この人大丈夫？ちょっとトイレしてるんじゃないの？トイレ中ですね。なんだけど。楽しそうだよね。そうだね。これさ、自転車をさ、多分、うん、制服、自転車が撮りたかったのよ、テーマで。うん、いや自転車さ、片手でさ、あれしながらさ、うん、手繋いでって言われてさ、ちょっと恥ずかしがりながら、こうやって、手繋いで。振り返って。やって。手つなぐってなるとちょっと恥ずかしいみたいなね。おぎちゃんこんなフリフリ着てますけど、こんなキャラでした？こんなキャラだったんですか？いやそうですよ。なんか全部髪の毛内巻きで。ねえ、お人形さんみたいなね。これやっぱちょっとアクティブな妹とキュートなお姉ちゃんラブリーなお姉ちゃんかな？ラブリーな。あこれ足なんで上げてらっしゃるんですか？チューリーこれチューリー上げてますよね。しかも歯磨きしてるからね。グラビアとかのさ設定って無茶ある時ある。無茶ある無茶ある。これも指示されたんですよ多分。ちょっとなんか変わったものにしようかみたいな、まあ、いろいろ撮るんでね。ねこれさ、うん、あれじゃない？メイキングをしまいみたいな感じだねって言われたくない？これあこれ映画の時ですね。あのギャルバサラの時の懐かしいシャープなんでも紹介しましたね。な紹介しましたね。インタビューですね。なるほどね、うん、その時だったんだね。たまにさこれないな、うん、そういうとこに書いてある一言ってさ、うん、ちょっと面白いのあるじゃん。あこれは私覚えてるよ。あの4姉妹っていう、うん、長女次女みたいな、そう感じで4姉妹設定で撮ったやつなんで2人だけじゃないんですけど。これいいね。これさ、うん、よくさ後ろ姿でさ、そうそうそう、ね、おぎゅうりでねお団子みたいなのして可愛らしい。今絶対着ない系の浴衣だよ。髪の毛も絶対しない系だよ。着ないししない。懐かしい。六方弦何って感じ。あ、これ私。あ、可愛い。美少女じゃないですか。マジで美少女。あ、服似合いますね私。自分で言うな。あ、そうこういうの。我が家の夏祭りの思い出は、あ、これ私が言ったやつですね。人形すくいじゃなくカニ釣り。カニ釣り。あ、あなたのセリフね。カニ釣りがあったんです。これは中学1年生花火大会の日、青春の1ページを体験しました。なんか似合わせ懐かしい。袋閉じが開けてないじゃん。開けてないね。開けます。綺麗に。エロいやつ出てこないね。袋閉じといえばなんかさ、そういうイメージある、ね、っていうイメージありません？なんか悪いことしてる感すごいな。でもそんな多分裸とか撮ってないもんね。やっぱアイドルなんで。あらすごい。でかっ。でかっ。まあ、このさっきのなんかどういうポーズみたいな。でかっ。ポスターだ。しかもサイン入ってる。本当だね。これ抽選で。何でも何でも抽選。すぐ配る。これまたどっかに飾っときましょうか。本当ですね。うわ。いやこれちょ見てください。この前髪で何を見せよ。猫ユリア。この時さ目バチコ超できててさ、うん、右にも左にもずっと目バチコできてさ、手術する前でさ前髪でめっちゃ隠してたよね。すごいね今でもこんな風に撮っててくれて。いや懐かしいよね。でもさファンの皆さんもさきっと家にこうやってさあるかな。まだあります。当時の私たちを知ってくださってる方。こういうグラビアの仕事みたいなのは好きだったんですか？私意外と好きだったな、うん、楽しい。別に水着がどこのこうのっていうの気にしないタイプだったから全然苦ではなかったね。見てやばくない？この二人。いやでもおぎちゃんやっぱね変わんないよ。変わんない？いや、うん、変わるっしょ。両方にリボンつけちゃって。このリボンはでしょ大きいんじゃなくてさ、おぎちゃんの顔がちっちゃいから大きい。これと同じサイズ。同じサイズね。はい。おい軽くですんね私のこと。漫画がないと生きていけない。今日も5冊ほど買ってきました。うん、ヘタリアっていう、ヘタリア？ヘタリア。ヘタリアっていう漫画と少女漫画をいくつか。時間があって本屋に行くと必ず5冊以上は買って帰りますね。家には850冊あります。こっからもう3000。増えてますからね。やばい、私の回答の方がちょっと狙ってるわ。家族が大好きです。やめろ。東京での仕事も多くなってなかなかお家に帰れない時、改めて家族が好きだなって。恥ずかしい。今もホームシックなんです。家族には家を離れて寂しいとか恥ずかしくて言えないんですけど、そういう気持ちを察してくれて両親や妹がメールや電話をくれるんです。心で通じ合っているんですね。やめろや呼び方。あ、ここも隣ですね。やっぱりね、おぎゅうりはね。いやでもこれ可愛いね。可愛い。どうですかスタッフさん、やっぱ可愛いですか？
んじゃねえよ。やっぱ言ってくれない。考えると本当に大人になりましたね。そうですね。ねえポンちゃん、ねえポンちゃん。昔のグラビアを今 YouTube で見れることなんてあんまないんじゃないですか。そうです ね、 ね、レア映像だったんじゃないかな。面白かったですね。ねえポンちゃん。じゃあ次は社長にしっかり許可を取って全部、ね、全部取っていいというね許可をいただいてもう一回行きましょう、はい、下着の棚とか開けなかったね。まあさすがにだってこの前の東京のお家の時にね予期せずしてしまって、そう全モザイクでしたから。あれもう夏ですからね。もう私見せるものないんで、もう自分家と実家と来られて私見せるものないんで。あ、わかりました、はい、こう私もやれるんだからね。言っとくけど、いろいろ先使ってやってないけどさ、はい、お湯のところに行けるわけだ。ポンちゃん終わり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 。緊張しちゃった今さ。だってね、ユリアのファンの方からしたら、だからポンちゃんこそ本物のポンちゃんだってなってますよね今。ポンちゃんさっきまで結構来てくれたのに挨拶するよ。俺いつも昼寝してる時間にこいつら来やがって、ね、眠たいね。はい、じゃあポンちゃんここ座って。あ、いいですね、いいですね。はい、ならならい。こっからの角度が一番可愛いの分かってる。小木ちゃんから見える角度が一番可愛い。今日はですね、貴重な木崎ゆりやさんのご実家を案内させていただきました。木崎家の皆さん、お邪魔しました、はい、ありがとうございました。二度と来ないでください。いえいえ、もうたくさん来ます。また次はお酒ね。スタッフさんどうでしたか、初木崎家。床の素材、うん、これ、うん、白と黒でね、素晴らしいよね。あの玄関もね、そうだったけど、家建てるとき参考にします。あ、ぜひぜひ、はい、あの何かね、建てる際はうちに。そしたらあの木崎さんがペンキ塗ってくれるんで。いい感じにね、ムラ作ってね、はい、ぜひお家検討の方はご相談ください。ということでね、木崎さんちありがとうございました。ありがとうございました。以上、小木曽さんと木崎さんでした。ポンちゃんでした。プラスポンちゃんでした。バイバイ。はい、豚じゃないよね。豚だよ。豚なんだ。犬種豚。豚だったの。ちょっとぽっちゃりしすぎだね。ダイエットしないと。可愛い豚だね。私と一緒で。